子が来たよ。ほれ。新しい子だよ。新しい子だよ。バカだな。よいしょ。新しい子だよ。はい、ということでリンリンハローパラレールリンリンパラレールのリントです。ちょっとね、茶番を今してましたけれども、念願のね、新しい子をお迎えいたしました。札幌にありますね、トロピカルジェムさんというところにて、新しい子をちょっと迎えてしまいました。もともとね、飼いたかったんですよ。で、行ってみてどれぐらいの値段かなとか、もう迎える準備は実はずっとしてまして、ここにね、あるんですけれども、レオパード月光、ヒョウモントカゲモドキをね、買ってまいりました。そしたらね、福袋をやってまして、トロピカルジェムさん、いろんな福袋があったんですけれども、今回は予算的にも1万円の福袋という形で生態をお迎えいたしました。で、カラーもいろいろね、いて、ギャラクシーとかもいましたし、そういうのだとやっぱり5万円ちょっととかするんですけど、いろいろ準備してね、お金なかったので、今回は1万円です。ただね、びっくりしたのがね、普通に、これついてくるのよね。ヒーター、パネルヒーターついてて、で、しかもね、シェルターはないんだけど、水置き場と、ケースと。レプタイルズのケースじゃない？レプタイルケースだよね、これね、多分ね。うん、レプタイルケースです。正直、私あれ、アクリルで作っちゃったので、あそこにあるやつ。あれで、設定の観察していきたいと思うんですけど、やばい。もう一匹飼おうと思ったらできちゃうんだね。まあ、飼うかどうかわかんないですけど、これはやばいね。息が上がっているよ。リントさん、息が上がっているよ。これはこれで、まあ、ちょっと、なんだろうね。一時的に置いとくところにもいいんじゃないですかね。これで1500円でしょ？で、1500円でこれだって3000円じゃん。これで500円ぐらいでしょ？安いね。だってこれだけでさ、3000、4000。約5000円ぐらい。他はないね。で、あとは生態ですよ。生態は、ででれれれれ、でってーんということで、はい。こちら、レオパード月光の、マックスのヘッド、トレンパーだったかな？のカラーになります。いや、かわいいね。かわいいよ、君。でね、ちょっと、お迎えするときに触らせてはもらったんですけど、おとなしめな子ですね。まあ、ヒョウモンちゃんは、そんなに激しい子っていないんだけど、まあ、噛まれたらそれはもちろん痛いんだけど、家来たばっかりだから君嫌がるかな。ちょっとだけ出してみようか。ちょっとだけね。これで噛まれたら、自己責任です。いやいや。まだ名前は決まっておりません。いや、ただね、すごい白くて可愛い子なんですよ、この子。よいしょ。こんな感じの子。かわいいね、あなたね。私実は昔から爬虫類は飼育したくって、で、一番最初に動物こうペットショップとか見たりとか図鑑とか見た時にヒョウモンちゃんを実はちょっと飼ってみたかったんですよ。で、すごい悩んでて、で、フクロモモンガに行っちゃったんですけど、フクロモモンガの前もハリネズミを飼っていたり、あとはシマリスを飼っていたり、ウズラを飼っていたりっていう形だったんですけれども、で、小学校の時もね、実家でハムスターを飼ってたりとか、カメ飼ってたりとか、イモリ、サンショウウオ、それこそ、赤原イモリ、シリケンイモリか、沖縄にいる感じのイモリだよね、シリケンイモリって。シリケンイモリに、北サンショウウオ、エゾサンショウウオ。北サンショウウオとエゾサンショウウオはですね、私実家夕張なんですけど、全然実家とこって言うんですけど、その夕張に普通にいるんで、山にあった卵から、オタマジャクシの状態からね、飼育して、って感じでね、山椒も飼育したりとか、あとは、そうね、そんな感じで、あと、青大将のアルビノの子とかもね、普通に、野生にいた子とかを、
まあ飼育してたりって感じだったんですけど、ずっとこういうちゃんとしたっていう言い方もあれなんだけどね、あのペットとして飼育されているそういう個体のあの爬虫類を飼ってみたかったんだね。でグリーンイグアナとかも気になってたんだけど、一番今の私の環境で飼育しやすい子ったらやっぱヒョウモンかなって思って、で実際見に行ったらノーマルの子、黄色いタイプのイエローの子もいたんだけど、この子がねすごいこう可愛くて、ただちょっとあなたあれだね、警戒してますね、ごめんね、嫌でしょう。あーちょっと嫌かもね。はいはい、ごめん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 よ。ここでどう？かわいい。ちょっと警戒してるね。ちょっと逃げ腰だね。腰が引けているね。あんまりこれ以上はしないから許してね。うん。ちょっとだけごめんね。ありがとう。ありがとう。ありがとう。はい、戻っていいよ。はい、一回戻ろうか。ケースにさ、後でちゃんと入れてあげるから一回戻ろうか。ほら。ごめんね。ちょっと嫌でしょ。ああ、嫌だね。うん、嫌だね。はい、ちょっと。はい、ちょっとごめんね。はい、ちょっとごめんなさい。ちょっと尻尾戻そうか。あーごめんね。あの深くは締めないからごめんね。はい、この子はねまだ名前が決まってはおりませんが、うちのギョロメちゃんもパチちゃんもあのディズニー系から実は撮ってるので、この子もなんかディズニー系から撮れたらいいなと思っております。悩ましいね。うーん、なんて名前にしよう。ちょっと名前が決まったり、ケージがちゃんと設置できましたら、それはそれで動画を上げたいと思います。ちょっとシェルターがね、今、あの、可愛らしいシェルターがないので、ちょっと簡易のシェルターになっちゃうんで、シェルターもちゃんとご用意したら、ご紹介しようかなと思います。ひとまずね、今回は、正月明け、にて、レオパード下校、こちらのね、こうですね。マックスのヘッドトレンパーをお迎えしましたよという動画になります。そして、新年の明けましておめでとう動画を上げたんですけれども、実は新年一発目に撮ってる動画ってこれになるので、改めまして明けましておめでとうございます。今年はちょっと動物の動画ね、ペットちゃんたちの動画が増えていくと思います。まあ、配信もしていくと思うんですけれども、まあ、配信もしてドラクエの配信もしてペットちゃんの動画も作って、あとはお部屋がこういう風にね、改造されていってるので、そのお部屋の動画だったりだとか、あとはまあ仮面ライダーとか特撮系の動画もね、少しずつできればリアルタイムで視聴してる時に同時視聴しませんかっていう配信とかもねしていきたいと思っております。あとはそうね、まあ、遊戯王の動画とかそういう感じでも、本当に私の楽しいを皆さんと共有できればなと思います。はい。YouTube の目標としてはそんな感じです。リアルの目標としてはですね、まあ、無駄遣いをせず、すごく、なんだろうな、いい出会いに恵まれるように頑張って、そのね、あの、新しい彼女じゃないですけれども、作ったりだとか、結婚だったりも考えたりだとか、そういうのもね、いろいろしていきたいところですね。あとはチャンネル登録が伸びていってくれると嬉しいところですね。これからこのような形で動画もアップしていくと思うんで、ぜひともよろしくお願いします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。
最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。